中学受験のリスタート高です今日は地層の18回目地震のその位置をやってみようと思います。じゃあ始めるよ。<ー>突然地震はやってくるよねで。この地震の原因は何なのかっていうことです。これはね実は断層が原因なんだ。で断層っていうのは地層が押されたり引かれたりすることでこんな風に割れちゃうことなんだよね。 でねこの断層を時々誤解してる人がいて今みたいにねずずずずずずッとゆっくりゆっくりずれてると思ってる人いるんだけど実際は違うんだよ。地層はね硬い岩石でできてるからこんなふうに力を加えても最初は壊れません。で力が加わって加わって加わって最後にバキッと割れちゃう。 これが断層なんだじゃあこの地層を押したり引いたりする力はどこから生まれているのかっていうことですこれは地球の内部を見てみましょうこれ前もあったと思うんだけど地球の表面は地殻っていう薄い皮みたいなもので覆われていますみんなはこの上に住んでいるわけだでこの地殻の下にはマントルと呼ばれている部分が広がっています さらにに内側には核という部分があるこの部分の温度はなんと6,000度もある太陽の表面とほぼ同じ温度なんだよね。そうするとこの核の熱が外に逃げようとするわけ熱が外に伝わっていくわけだ。でこの伝わり方っていうのが実は大流で伝わっていきますこのマントル固体でできてるんだけどこれがゆっくり動いて熱を伝えるわけだ。 するとこんなことが起こる。例えて言うとね、水槽の中に水が入ってます。この底を熱するわけ。すると水が対流するよね。で、この水面に木の板みたいなものを置いてることにしましょう。そうするとこの木の板同士は動いてどこかでぶつかることになるよね。この木の板がみんなの住んでる近くに当たるわけだ。 これ、毎度おなじみの世界地図なんだけど、さっきの例えで言うとね、この世界、さっきの木の板で敷き詰められているような状態になっているわけ。でその木1枚の部分をプレートっていう言い方をします。そのプレートがどんな風に分かれているのかっていうと、今はこんな状態になっているわけ。この同じ色の部分が1枚の木の板って考えてください。でこれらの木の板が、 この赤の矢印のように動いてるわけ。そして、このプレートとプレートの境目でぶつかり合ってるということになるわけだ。そうすると、そのぶつかったところでどうなってるのかっていうと、一方のプレートがもう一方のプレートの下に潜り込むっていうことが起きているわけ。すると、このプレート同士の境目の部分がこのように引きずり込まれていきます。で、いつか我慢できなくなって、 バキッと元に戻りますこれがということになるわけだだからさっきのプレートの地図に地震とか火山が起きてる場所を点々で表してみましょうそうするとこんな状態になるわけそうプレートとプレートの境目で地震や火山がたくさん起きてることが分かるはずだそしてねこの地震なんだけど実はね3つのパターンがあります まず一つはさっきも出てきたこのプレートとプレートの境目で起こる地震です。この地震はね、パワーもすごく大きくて海の底で起こることが多いので津波がよく起きます。このタイプの地震の典型がこれ。東日本大震災を起こした東北地方太平洋沖地震というものです。そして2番目。これはね、海底のプレートがぐいぐい押してくるよね。 そうするとこの大陸のプレートが押されてるわけだ。で引かれるパターンもあります。これはね海底のプレートが動いてるんだよね。でこの時にプレートとプレートの境目がくっついてるとこの海底のプレートに大陸のプレートが引きずり込まれます。でこんな風に割れちゃうわけ。ここの時は引っ張る力で割れますこんな風に 大陸のプレートが押されたり引かれたりしてここに断層ができる。このタイプの地震の典型が阪神・淡路大震災を起こした地震だ。このタイプの地震はね、パワーは弱いんだけど浅いところで起きるのでその真上の地点では被害が非常に大きくなります。さらにこのタイプの地震で起きる断層はこんな風にね、地上に現れることもあります。でさらに 一度できたた断層はまた力を受けると同じ場所が動くわけだこういう地震を起こしやすい断層のことを「活断層」っていう言い方があるから覚えておこう。で3つ目この海底のプレート動いていくんだよね。そうするとこのプレートの中で押される力が生まれています。これで海底のプレートが割れて起こる地震こういうのもあるわけ。でこれはね 深いところで起こるからあまり被害がない場合が多いんだけど典型は釧路沖地震こういう地震もあり得るわけでちなみに日本ここだよねこれ地震が多い国なのか少ない国なのかっていうのはもちろん知ってるよねとても多いそうだよねパッと見めちゃくちゃ地震多いのわかるよねこれなぜかっていうと 太平洋プレート、北米プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレートっていう4つのプレートの境目にある非常に珍しいところに日本はあります。もうパッと見やばいのわかるよね。しかもこの太平洋プレートとフィリピン海プレートがこの北米プレート、ユーラシアプレートの方にぐいぐい押してきてるわけだ。だからイメージで言うとこういうこと。 さっきのプレートの潜り込んでるその真上ここが日本っていう国なわけだんだん住むのが怖くなってくるよねだからこの地図に地震が起きた場所を点々で表してみましょうこのようにプレートの境目を中心にたくさんの地震が起きていますでさらにねさっきこの海底のプレートで起こる地震っていうのがあったよね 日本ではこの海底のプレートがどんどん潜り込んでいるので日本海側に行けば行くほど海底のプレートは深くなっています。なのでさっきの地震の点々からごく浅いところで起きた地震を取り除いてみました。で、これを浅いところから深いところへ順々に印を入れていくとこのように きれいに太平洋側から日本海側に向けて深さがどんどん深くなっていくっていうことが言えるわけ。さあ日本で地震で大きな被害が出た場合震災っていう言い方をするよね。大きな震災が3つあります。関東東大大大震震震災災災阪神淡路大震災東日本大震災これ非常に多くの方が亡くなっています。ただね この亡くなった方なんだけど何で亡くなったかっていうのはそれぞれの震災で違いますまず関東大震災だこれ火災でたくさんの方が亡くなりましたこんな風に画面を映してみるともう一面の焼き野原になってるよねそれに対して阪神淡路大震災は家屋の倒壊で多くの方が亡くなってしまいましたそして東日本大震災はそう 津波が原因なんだ。で、地震の災害の中でも一番怖いのはやっぱり津波です。で、津波、普通の波との違いは何かっていうことなんだけど、まず原因が違うよね。普通の波はもちろん風で起きています。それに対して津波というのは地震によって海底に断層ができるわけだ。その断層によって起こる波が津波です。 つまり断層で海底が盛り上がる。そうするとその上にある水もこんな風に盛り上がることになるよね。ただ水は液体だからさ、この盛り上がりが左右に分かれて伝わっていきます。これが津波っていうこと。東日本大震災では実に10メートルもの津波が観測されています。でね、時々10メートルの波って言われた時に こんなね不謹慎なことを言う人がいるのサーフィンかなんかで乗り越えられるんじゃないのっていう人いるんだけどこれはね絶対無理ですなぜかっていうとこの一往復分の波の幅を波長って言いますこれ普通の風だとだいたい10メートルぐらいなんだけど津波の波長ってどれぐらいかっていうとそうこれはなんと100キロ以上ありますそうすると 普通の波がこんな風に伝わるっていうことにすると津波はどうなるのかっていうとこういうことになるわけつまり10メートルの津波が来ると海面が10メートル上がったのと一緒ですだから街の中に10メートルの高さのところまで海の水がドドドドドドドっと流れ込んでくるわけだこれ東日本大震災の時の陸前高田市の様子ですこの 網掛けのの部分ままで海の水が侵入ししてきました特にこういう川なんかがあるとその川を沿って海の水がドーッと流れ込んでとんでもない場所まで海の水が流れ込んできていることが分かりますところでね1960年にも津波の被害がありましたほら船がもう町の中に入ってきちゃってるよねでね この津波の原因となる地震がどこで起きたのかっていうことなんだけど、これ実はね、ここです。南米のチリっていう国で起きた地震が原因です。ここで生まれた津波が実に一万七千キロ、これを二十二時間三十分かけて伝わってきて、日本に被害を及ぼしています。めちゃくちゃ早くない？あ、鋭いね。これ。 1>, 1万7,000キロを22時間半っていうことは計算するとね時速750キロメートルを超えています新幹線の2倍以上ジェット旅客機の速さとほぼ同じ速さで津波は伝わってくるわけこのように津波っていうのは遠く離れたところにも被害を及ぼす場合がありますそうするとねこの太平洋の周りって津波がたくさん起こる地域なんだよ なのでこの太平洋で起こる津波を監視する場所っていうのが太平洋の真ん中に設けられています海しかないいじゃないなるほどねでもね太平洋のど真ん中にまさにうってつけの場所があるんだよある島なんだけどこれ津波が起こるるとしょっちゅう被害を受ける島でもありますでもねもしかして旅行で行ったことがある人もいるかもしれません。 アメリカに属するある島だ。ハワイ当たり、そう。実は太平洋津波警報センターっていうのがハワイに設置されています。ここで太平洋で起こる津波を常に監視している状態になっているわけだ。ではまとめます。地震の原因は断層。断層を作る力はプレートの動きになります。日本は4つのプレートの境目にある珍しい地域です。 当然地震も火山も多くなるわけだ。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。